和州下町探偵団ゲンさんです。昨日に引き続き森木ペーパー編和紙の世界を森木が語るそんな感じで、森木ペーパーさんの和紙に関する話を後半また話していきたいと思います。じゃあ後半始まります。で、最近思うんですけど、紙紙幣って千円札とか、はい、一万円札とか、はい、構造とか三つ股とか、はい、雁木、雁木、雁木、はい、ああいういわゆる和紙っぽい紙が原料じゃないですか。一応紙幣は三つ股って言われてますね。はい、はい、紙幣は和紙になるんですか。そうですね、昔からやっぱり印刷適正に三つ股がいいっていう、抜いてるっていうことが一番大きいかなと思うんですけど、はい、でやっぱり今昔は もちろん日本の国産の三つ股が使われてたようなんですけど、ここ最近中国製の三つ股に変わったっていうふうに聞いてますけど、配合はやっぱり国の方も偽造防止のためにあんまり詳しくは公表してないみたいで、はい、なんかあそもそも紙幣っていつからあるんでしたっけ。そうですかね。そうですね。表紙が入ってくる前からあるんですか。そうですね。はい、じゃあ札、とかああいうのもね、いろいろ作ってましたから、博覧でね。じゃあ和紙で作らざるを得ないよね。そうですね。はい。本当にありとあらゆる生活の中で、紙というものは使われてたので、昔はそれこそ明治時代に洋紙が日本に入ってくる前はみんな紙でしたから、和紙洋紙っていう括りがなかったですから、もう紙は紙ですよね。あ、そうなんだ。紙は紙なんですね。そうですね。ですから外国から西洋の紙の作り方をが入ってきてから、結局日本の古来の紙に対して西洋の紙ということで、用紙っていう言葉ができたので、それに区別するために和紙っていう。もともと用紙っていう概念の単語もなかったんですね。そうですね、ですから本当にその辺が歴史をこう見ていくと、なるほどねっていう。ちょっと面白いですね。そうですね、でその和紙を、ここに何で来たかっていう理由の最大の理由はそこなんだけど、アメリカに唯一輸出して、日本の和紙を輸出してる会社が森木ペーパーさん。アメリカに唯一っていうか、違いますか。もちろん日本にはいろんな会社があって、もちろん海外にも輸出してた会社はいっぱい当時からあったんですけど、輸出を専門としてずっとやっているっていう意味では非常に数少ない中の一つだったんですね、私どもが。他にもいろんな商社さんとかブローカーさんとか、昔からいらっしゃったんですけど、そういうところやってそうですよね。でも専門ではないってことか。そうですね、日本の国内の市場も、販売しながら、海外の方もやったりとか。ただ私どもの場合は昔から、そんなに人数もいなかったし小さかったので、もうアメリカと、その後ヨーロッパもそうですけど、輸出向けに、国内の商社さん通して最初は輸出をしていて、要は最初は国内の商社さん向けに納めていた、商社だったんですよね。でそこから1971年頃から、海外の方に直接輸出をするようになって、それはそのお勤め先が横浜で海外を向けの仕事が多かったっていうことにも関連してるんですか。そうですね、もともとその王子が勤めていた会社がもう和紙はだんだん儲からなくなって、和紙部門を廃止するっていうふうになったところで独立をしたんですね。でそこから全国の よくその時点で独立しましたね。そうですね、先行きね、なんか先細いっぽいじゃないですか。それでもまだ大きなマーケットはあったと思うんで、大きな会社にとっては、多分先細いかもしれなかったんですけど、やっぱり独立してやるには十分だと思ったと思うんですよね。なんかいろんな会社行ったりいろんな人と喋るんですけど、
大きくいいってことないでしょ。そうですね。はい、小さい方が逆にそれこそ今の森木さんの話じゃないですけど、専門的にやってたりすると大きい会社でザなのなんていうのかな、ポワーッと幅広くやってるのいろんなことすごく詳しいですよね。小さい会社の、はいはい、そういう意味じゃ、まあ、確かにいいとこイメージ。そうですね。感じなんですか、ね。まあ確かに当時はもうどんどんね、あのタイプライター原子とか投射板原子としての和紙っていうのは、まあ、どんどん需要が減ってはいたんですけど、うん、まあ、それ以外にどんどんその欧米でもあの和紙に対して の, その品質っていうところでは、まあ、ニーズが高まっていたっていうのは多分先見の明があったのかもしれないですね。まあ、いわゆるその後にどんどんあのアート用の紙として、まあ、ピカソとかシャガールとかダリとかああいう有名な、まあ、美術家さんも皆さん和紙にあのハンガーでするようになったので。そうだよな、なんかちょっとしたあの作家さんだと俺の本の表紙は和紙にしてくれとか、はい、印刷もオフセットじゃなくて活版印刷にしてくれとか、はい、そうですね、結構こだわりを持ってる人多いですもんね。そうですね、やっぱりあのその辺 の,、まあ、あの見る目がある人には絶対受けるだろうっていうことで、うん、まあ、海外の人にもそういう方は絶対いるだろうっていう思いがあったと思うんですよね。なんか日本というか東京、深川、江戸、まあ、あの認められるというか見つめ直されてるような昨今を感じますね。はい、ちょっと、ね、何がいいとか分からないかもしれないけど、例えばあのコーヒー屋さんができたじゃないですか、2、3年前に清澄市長で、から、深川図書館の横、あ、清澄店か、清澄店の横にやっぱり洋服屋さんで、まあまあ、こちらの、まあ、洋服屋さんとか、はいはい、ああいうのって日本人が実は気づかなかった下町の良さを海外の彼らは実は先に気づいちゃって、うん、あそこで店始めて大当たりしたっていう例だと思って、はいはいはい、なんかそういうのだんだん外国人を筆頭に日本人にも気づかれ始めてるなみたいな、そうですね、清澄白河がやっと若い日本人の人にも認められ始めてるのは、うん、そこら辺かなとか思うと、はい、森木ペーパーさんも今後、はいはい、バズるかもしれないですね。そうだ、まあ、でも正直あの、まあ、私も横浜にもともといたんですけど、うん、あの今から11年前にこちらに移転して来たんですけど、まあ、それはなぜかっていうとやっぱり一番の理由はあの本当にあの この、まあ、この土地にあるというか、まあ、ずっとあの墨田区江東区とかずっとあの探してたんですけど、やっぱり印刷屋さんとか製本屋さんとかやっぱまだ残っているっていう文化ですね、はい、あと、まあ、あと道が平坦で非常に作業がしやすいっていうのと、あ、そういうこともあるんですか、はい、あと、まあ、あとやっぱ現代美術館に近いっていうことは、和紙はずっとうちの、まあ、輸出している和紙は、まあ、アート用に使われているっていうのがすごい大きかったので、やっぱりアーティストさんが非常にこう、近寄りやすいこう土地柄というか、で実際の東京のね、あの昔でいうあのワンダーラン東京ワンダーサイトっていうあの、どこでしたっけ、まあ、東京都がやってるあの、まあ、アート発信基地というか、はい、それのレジデンスがすぐ立川にあるんですね、はい、そこがそれも、まあ、理由の一つというか、まあ、アーティストさんがここの近くにやっぱり原美さんともつながってるんですか、原美さん、あ、私ですか、うん、あ、直接はつながってはないですけど、あのアーティストさんそこの、トーカスっていうその、アート発信基地の、まあ、アーティストさんがここになっておられたりして、顕微さんもちょっと早く行ってくれるとな、はい、移動が多いじゃないですか、あ、そうですね、そうですね、この間まで結構親しい人いたんだけど、はい、そうですね、まあ、リセプションとかにはね、はい、あの呼んでいただいたりはしますけど、はい、機会があれば、はい、どこ紹介します、あ、よろしくお願いします、偉そうな立場じゃないですけど、はい、そうか、やっぱりいろんなそのアートっていうところで、まあ、あの結構交流がね、深川もあるので、まあ、そういった割とこうあの土壌があるなっていうのはすごいあの思いましたね、うん、なるほどね、なんかね日本で行けると思ったけど
結構森木さんの話深いんで、急遽3本撮りになりました。ということでこの続きをまた明日やります。よろしくお願いします。じゃあそういうことで今日はこの辺で、これでいいのだ。